どうもアラヤンです。今週も現在任天堂スイッチのストアでセール対象になっているダウンロードタイトルの中から実際にプレイした上で厳選したものをご紹介したいと思います。最大 70% オフ、480円から990円とお手頃な価格でインディータイトルを中心に8月7日から8月13日でセール期間が終了する約350タイトルの中から個人的におすすめの日本語対応タイトルをセール終了日が近いものからまとめてご紹介しますので、ご購入の参考にぜひ最後までご覧いただけたら嬉しいです。また気をつけてはいるんですが、本動画はネタバレを含む可能性がありますので、ご視聴にご注意ください。それでは参りましょう。1本目はアクションアドベンチャーゲーム、アイコノクラスツ。正規の資格を持たないメカニックであるロビンは罪人とみなされながらも人助けを行っていた。ワンコンサーンの追ってから逃れる中で世界の命運に巻き込まれていくといったストーリー。レンチとスタンガンで敵を倒しつつギミックを解除して先へ進むアクションアドベンチャーである本作は、パズルもバトルも楽しいメトロイドバニアなタイトルとなっていました。近距離武器のレンチと遠距離武器のスタンガンを使って敵を撃破しながらマップを探索して、ボス撃破やイベントクリアによって武器の新しい能力を入手することで探索できる範囲が広がっていくスタイルとなっていて、スタンガンから発射する爆弾ローラーボムや電気を帯びたレンチ、エレキレンチなどメカニックらしい武器を使ってギミックを解除するパズル要素が面白かったですね。難易度も難しすぎず簡単すぎない絶妙な具合に仕上げられていて、めちゃくちゃ遊びやすい印象でした。それぞれのボスごとに戦い方が変わったのもユニークで、ボスが発射する弾をレンチのため攻撃で弾き返したり、安全地帯で被弾しないように隠れたり、特定の武器で攻撃することでひるませたりと、ボスごとに全く異なる戦略を求められたので、ボスバトルもパズル色の強いものになっていて、メトロイドバニアだけでなくパズルアドベンチャーがお好きな方にも刺さるタイトルだったんじゃないでしょうか。主人公ロビンの強化要素であるカスタムパーツが敵からダメージを受けると順番に壊れていくシステムも斬新で、カスタムパーツの性能がいつなくなるかわからないのでプレイヤースキルが物を言う形となっていて、アクション好きの方でも楽しめるのは良かったポイントでした。ワンコンサーンと民衆を取り巻くストーリーや世界観も作り込まれていて、テンポよくイベントシーンが挟まれたのでシナリオに引き込まれて飽きさせない作りでした。オリ&ザ・ブラインド・フォレストやタイムスピナーなんかがお好きな方におすすめ。ワールドマップがないため次の目的地が分かりづらい場面があったものの、クリアまで10時間程度のボリュームでストーリーもパズルもアクションも全て楽しめましたので、ぜひセール期間に遊んでみてください。2本目はアクション RPG、 バグ・フェイブルズ、虫たちと永遠の若木。虫の大陸バグアリアの冒険者カブ、ビー、リーフの3匹が不老不死をもたらすお宝永遠の若木を求めて冒険するといったストーリー。個性豊かな虫たちの冒険を描いたアクション RPG である本作は、バトルシステムと謎解きが楽しいペパマリライクなタイトルとなっていました。マリオストーリーやペーパーマリオがお好きな方はぜひプレイしていただきたいですね。ペーパークラフトのようなペラペラのキャラクターにチャプターごとに描かれた童話テイストのシナリオ、ターン制のコマンドバトルでありながらタイミングよくキー入力を行うことで攻撃やスキルの効果が大きくなったり敵からのダメージを軽減することができるバトルシステムと、至るところでペーパーマリオシリーズへのリスペクトを感じられました。バトルに関しては飛んでいる敵に強い B、 硬い敵に強いカブ、地中にいる敵に強いリーフの3人の特性を生かした戦略が求められるものになっていて、行動する順番はもちろん1ターンの中で行動する権利を仲間に譲り渡すシステムであるターンを譲るをうまく使って戦う必要があったりと、スキルが揃うまではギリギリの戦いを強いられる場面も多々あって緊張感がありました。マップ探索にも3人の特性を生かした謎解きが各所に用意されていて、ブーメランでハンドルを回すことができる B、 オブジェクトを押したり壊したりできるカブ、水滴や雑魚敵を凍らせて足場にできるリーフの能力を使ってギミックを作動させることで行く先を切り開いていくのが楽しかったですね。シナリオ進行に合わせて新しいアクションを覚えていったのも良かったポイントでした。
目的地に迷いやすい側面はあったものの、クリアまで25時間程度のボリュームで、憎めない3匹に心温まるシナリオでしたので、ぜひセール期間に冒険してみてくださいね。3本目はアクションアドベンチャーゲーム、桃ドラ月下のレクイエム。呪いが世界を覆い尽くし死者の国へと変える中、女司祭カホは村を救うために旅立つといったストーリー。呪いがはびこるダークな世界観のアクションアドベンチャーである本作は、広大なマップ探索と適度に難しいバトルにはまるメトロイドバニアなタイトルとなっていました。本作は桃ドラシリーズ4作目にあたるんですが、前作までをプレイしていなくても楽しめるのでご安心ください。広大なマップを探索して新しいスキルや装備を入手することで行動できる範囲が広がっていく典型的なメトロイドバニアでありながら、登場人物たちの会話からシナリオを推測しながら読み解いていくスタイルに、どこかダークソウルを感じる世界観となっていて、ダークな世界の 2D 探索がお好きな方には刺さるタイトルじゃないでしょうか。ゲームスタート時は本当に何もわからないまま突然始まったんですけど、探索を進めていくうちに徐々に世界の状況や旅の目的が分かってきたので、その世界観に引き込まれましたね。繰り出されるハイスピードの攻撃を回避アクションでかわしながら、近距離攻撃の楓の葉と遠距離攻撃の弓矢を駆使して敵を撃破しながら進んでいくバトルシステムで、道中の雑魚敵にも苦戦するのはもとより、癖の強いボスたちにはさらに苦しめられたんですが、理不尽というほどではなくて、しっかりボスのムーブを把握して回避すればノーダメージで完封することもできるような絶妙な難易度設定についのめり込んでしまいましたね。マップをしっかり探索することで主人公カホはだんだん強くなっていったので、メリットが手に取るように分かって探索が苦にならなかったですね。一部の装備の性能がぶっ壊れではあったものの、クリアまで5時間程度のボリュームで、探索とバトルにやめ時を失うタイトルでしたので、ぜひセール期間に遊んでみてください。プレイステーションプラスご加入の方は定額プラン対象タイトルですので、そちらもチェックしてみてくださいね。4本目はパズルアドベンチャーゲーム、ターンタック。銀髪の少女を生贄に捧げれば世界の滅亡を防ぐことができるという伝承に従い、人々が追跡を行う中、逃げた少女は危険を乗り越えて冒険をするといったストーリー。ギミックを解除することで先へ進む横スクロールパズルアドベンチャーである本作は、トーテムの不思議な力を使ったギミックが楽しいタイトルとなっていました。私の考察する力不足でラストまでプレイしてもストーリーは深く理解できなかったんですが、それでも美しい世界と直感で解除するギミックにとにかく夢中になるタイトルでしたね。槍を持った人たちに追いかけられるスタートから、何が何だか分からず隠れながら逃げるうちに、トーテムと反応することで手に入れた不思議な力を使うことで、自然や遺跡に散りばめられたギミックを解除して先へ進む道を切り開いていくスタイルなんですが、美しく描かれた世界の中で手に入れた特殊能力の使い道を手探りで探すのが面白かったです。特殊能力に関しての説明は特になかったんですけど、入手直後のギミックの配置なんかからそれとなく使い方が想像できるように作られていたので、どんなタイミングで動かせばいいのかとか、どんな操作をすればいいのかなんかをいろいろ試しながらギミックを解除する必要があったんですよ。終盤にはこれまでに入手した能力を手順通りうまく使って道を切り開く場面もあって、難易度が飛躍的に跳ね上がったのでくじけてクリアを諦めそうになりました。当チャンネルで過去にご紹介したリンボやインサイドなんかがお好きな方におすすめ。マップ切り替えのロード時間が長いのが気になったものの、クリアまで4時間程度のボリュームでひらめきを求められるパズルを楽しめましたので、ぜひセール期間に挑戦してみてください。5本目はアクションゲーム、ファイト&レイジ。ミュータントに支配された人類、2人の人間と1人のミュータントは支配からの解放を目指して戦うといったストーリー。ベルトスクロールファンの皆様、お待たせしました。並み居る敵をなぎ倒して進む横スクロールアクションである本作は、往年のアーケードゲームを彷彿とさせるタイトルとなっていました。
近距離攻撃と投げ技を使って雑魚敵を蹴散らし、奥にいるボスを倒すことで次のステージへと進むステージクリア型の典型的なベルトスクロールアクションでありながら、格闘対戦ゲームのようにキー入力で発生する特殊技やゲージを消費して使用するスペシャル技が用意されていて、通常攻撃と組み合わせることでコンボを繰り出せたので爽快なプレイフィールが特徴でした。うまくコンボをつなげて立ち回ることができないと、後半のステージやボスバトルはかなり難しかったので、ベルトスクロールはもう飽きたという方にもチャレンジしてみてほしいですね。ステージ上にはいくつか分岐が存在して、どのルートでクリアしたかでエンディングが変化するマルチエンド形式となっていて、ベルトスクロールなのに何周もプレイする楽しみが用意されていたのが斬新でした。ゲームオーバーになった時のスコアがコインに換算されて、このコインを使うことでキャラクターの追加やスキンの変更なんかもできたので、このあたりの収集要素をとっても何度も遊べるように作られていました。デフォルトの画面表示設定がブラウン管モニターのようなフレームで、操作線が走るようなエフェクトが入っていた点はエモさとこだわりを感じました。もちろん現代風の画面表示に変更もできたので安心してくださいね。ミュータントタートルズシュレッダーの復讐なんかがお好きな方におすすめ。技コマンドを覚えるまでが大変なところはあったものの、一周クリアに 2,3 時間程度のボリュームで何周も遊べるタイトルでしたので、ぜひセール期間に遊んでみてください。6本目はアクションゲームダングリード。ある日突然現れ、全てを飲み込んでしまった謎のダンジョン。消えた村人たちを助け、村を再建するため冒険者は謎のダンジョンに挑むといったストーリー。入るたびにランダムで構造が変化するダンジョンを探索してボスを撃破するダンジョン探索アクションである本作は、主人公の強化とランダム要素が癖になるローグライトなタイトルとなっていました。ランダム生成ダンジョンを探索して出現する雑魚敵を排除し、ランダムでドロップする装備を持ち替えながらボス撃破を目指すスタイルとなっていて、ダンジョンでやられると装備やステータスは元に戻るものの、お金の一部を持ち帰ってこれを元に村を再建することで主人公を強化できて、難易度が徐々に下がっていったのでやりごたえがありましたね。プレイし始めの頃は最初のボスを撃破するのも厳しいくらいの難易度なんですけど、主人公を強化するために何度もダンジョンにチャレンジするうちにボスのムーブも読めるようになっていったので、知識を積み重ねることで自分自身が強くなっていくローグライク特有の快感も得られるようになっていました。他のローグライクやローグライトタイトルの例に漏れず、本作もエンディングまでがチュートリアルといった作りになっていて、エンディングを見た後から本当の試練が始まるところもやりごたえがあって良かったポイントでした。ダンジョンの中ではレベルアップではなく、お店で食事をすることでステータス強化をするんですけど、アップするステータスがランダムで満腹になるまでしか食べられない制限があったので、敵を倒してレベルを上げることでステータス強化を行うのと比べてよりランダム性が高いことで中毒性のあるタイトルでした。当チャンネルで過去にご紹介したネオンアビスなんかがお好きな方におすすめ。操作が独特で慣れるまで時間がかかりましたが、クリアまで15時間程度のボリュームでつい何度も遊んでしまうタイトルでしたので、ぜひセール期間にチャレンジしてみてくださいね。いかがだったでしょうか。今回は480円から990円で遊べる Nintendo Switch のセール対象の中からおすすめのタイトルをご紹介しました。残念ながら本動画をご覧になった時にはセールが終了していたという方は、スイッチのストアで欲しいものリストに登録して次回のセールを見逃さないようにしてくださいね。本日ご紹介したもの以外にも当チャンネルで過去にご紹介したタイトルで再度セールに出ていて終了日が近づいているものがたくさんありました。このあたりは動画の概要欄にまとめておきましたので、他の動画も見ていっていただけると幸いです。また本動画ではご紹介しきれなかったんですが、8月7日からの1週間は時をコントロールする力で帝国に復讐するメトロイドバニア、タイムスピナーなんかもセール終了日が近づいていましたので、他のゲームも探しているという方はストアを検索してみてくださいね。ということで、皆様のゲームライフに少しでもお役に立てれば光栄です。この動画が参考になったという方はチャンネル登録や高評価ボタンを押していただけたら励みになります。皆様の感想もコメントいただければ嬉しいです。じゃあ今回はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。